はい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 。逆転負けっすか。悔しいね。本当に悔しいね。ただ、みんなが思ってるほど、戸郷の調子は悪くなかったし、なんか今日大城さんの、なんか、配球がとか言ってる人いるけど、マジで全然悪くなかったで。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見えてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたタイガース対ジャイアンツの試合解説の方をやっていきたいなというふうに思っております。はい、今日はですね、まあジャイアンツね、まあ先制したんですけども、まあその、まあ逆転負けを喫したというところで、まあ非常に悔しい、負けではあるんですが、まあね、やっぱり、まあ今日負けましたけども、明日もう一回負けないっていうのが大事だと思いますし、まあ一勝一敗でね、いけたら、まあ、まあ僕的にはね、最低 OK なんじゃないかなっていうところはあるんで、まああの、首位陥落してしまいましたけども、まあね、明日のゲームっていうのをしっかりもう取りこぼさないようにね、しっかり取っていくっていうところがね、大事かなというふうに思ってます。まあ今、冒頭でも言いましたけど、戸郷投手ね、まあ今日4点取られたって、いう結果に終わったんですが、まあ序盤での球のね、強さであったりとか、フォークの精度であったりとか、まあスライダーもありましたけども、非常にね、僕序盤からいいなと思ってました。で、ホームランを打たれた、んですけども、スリーランにね、佐藤選手にね、打たれたんですけど、悪くなかったし、全然悪いボールではなかったし、打った佐藤選手が素晴らしいっていうふうに、僕は思いましたし、それまでの配球のプロセスなんかを見てても、非常に、うまいなっていう配球をしてました。だから、正直、打った佐藤選手が素晴らしかったなというふうに思うので、僕は戸郷投手がそんなにこう悪かったとか、全く思わないので、で、大城さんに関しても非常にいい配球をしてたというふうに思いますんで、まあそこをね、ちょっとね、今日ね、詳しく解説していきたいなというふうに思っております。はい、じゃあ今日はですね、動画の構成としてはですね、得点シーン振り返っていきまして、スタメンの変更点を見ていきまして、で、最後に、今言ったようなね、部分っていうのをできるだけ分かりやすくね、面白く伝えていきたいと思います。はい、じゃあですね、まず得点シーンを振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりですね、画像を出しながらちょっとやっていきたいなというふうに思ってます。はい、まずですね、今日はまあ2対4で負けてしまった、逆転負けを喫したというところですけども、まあ先制したのはジャイアンツでした。はい、1回表ね、ワンアウト2塁からモンテスの、まあ、センター前ヒットありまして、1点、先制と。で、ワンアウト満塁にも吉川選手のね、セカンドへの内野安打がありまして、この回ね、まあ2点取ると。まあ後で詳しく話すんですけど、この回ヒット5本出てるんですね。ヒット5本出てて、まあ2点で終わってるっていうところは、ちょっと、まあちょっとしんどいところだったと思うし、安倍監督もおっしゃってましたけども、ちょっと伊豆口選手のね、打席についてもね、ちょっとね、後で言及したいと思います。はい。で、次6回裏ね、これ、この回4点取られてしまうわけですけども、まあ、2アウト1、2塁から、まあ、佐藤選手のホームラン、うん、3なんですよね。で、2アウト1、2塁から木浪選手のセンター前というところで、まあ、4点取られてしまうと。で、まあ、これも2アウトから、森下選手にヒット打たれて、そこからね、連打が続いてったっていう形になるんですけども、まあ、これに関しても後でね、ちょっと言及したいと思います。はい、で、結果ね、まあ2対4というところで負けました。まあ、ヒット数で言ったら、まあ10本と8本というところで、まあ、ジャイアンツの方が多かったんですが、まあ、あと、一本が出なかったというかね、まあ、まあ、僕の印象的に、まあ、浅野モンテスにちょっと頼りきりになってしまってるなっていうところを、まあ、坂本さんのね、腰痛というか、腰痛もありましたし、まあ、岡本選手がね、ちょっとチャンスで打てなかったっていうのもあるんで、まあ、そういったところが、まあ、2点に終わった、まあ、原因でもあるのかなとも思っております。はい、じゃあですね、スタメンの変更点見ていきたいと思います。僕の顔あたりですね、画像を出しながら、ちょっとね、ちょっと中止が2試合続いてるんで、まあ28日からのね、スタメンの変更点になるんですけども、ちょっと見ていきたいなというふうに思ってます。はい、まずホーム側のタイガースから見ていきたいと思うんですけど、28日 VS DNA 戦ね、タイガース対 DNA 戦からの変更点になります。はい、DNA 戦ではですね、5番にですね、井上選手、レフトに入っておりましたけども、今日は、まあ、前川選手が6番に入っておりまして、で、先日、佐藤選手がね、6番に入ってたんですけども、今日は5番に入っておりますと。で、キャッチャーは坂本選手から梅野選手になっておりまして、ピッチャーも村上選手、村上投手から今日は佐伯投手というふうになってます。まあ、佐伯投手もね、非常にいいピッチャーですし、まあ、阪神、巨人に、今回で6回目か7回目ぐらい投げてきてるんで、まあそろそろね、しっかり攻略していきたいと。
まあ、この間も攻略しましたけども、まあ、引き続きね、攻略していきたいという、僕の思いがね、ありました。はい。で、対するジャイアンツですけども、28日からの変更点になりますと。はい。で、この間はですね、5番にサード坂本選手入っておりましたけども、先ほど言いましたように、まあ、腰痛というところで、ちょっと今日欠場しております。ベンチ外になっております、今日ね。で、代わりに、門脇選手がサードに入っております。8番に入っております。で、昨日、先日ですね、7番に入ってた岸田選手、キャッチャーで岸田選手入ってたんですけども、今日は大城選手が5番キャッチャーというところ。で、ピッチャーは、まあ、グリフィン、から、戸郷投手というところで、まあ、ジャイアンツに関しては、まあ、連勝が続いてるというところで、まあ、阪神にも、続いていきたいというところありましたけども、まあ、今日ね、まあ、戸郷投手で、まあ、負けてしまったという形になっておりますと。はい。じゃあですね、こっからですね、僕気になったところであったりとか、ここ、先ほど言ったように、佐藤選手の配球、こうでしたねとか、この、伊豆口選手の打席はこうでしたねみたいな感じで、ちょっとね、できるだけ分かりやすくね、発言したいというか、やっていきたいと思うんで、ぜひこっから見てくださいね。こっから見てくださいね、OK。よろしくお願いします。はい、じゃあ行きます。はい、まず初回2点取りましたけども、やっぱり、先ほども言ったように、まあ、浅野モンテスというね、並び、非常に、いいんじゃないかなと。調子がいいんじゃないかというふうに思ってますと。はい、まずワンアウトから、まあ、浅野選手が、まあ、ツーベースね、センターへのツーベースしますと。これもね、非常に3球目のフォークしっかりいいところに落とされたんですけど、しっかり見逃して次の、ストレート、アウトハイの球をしっかりパチンと上から叩いてヒットというところで、非常にね、ちょっと、まあ、自信持ってというか、ちょっと一軍に慣れてきた感じもありますし、非常にね、いい空気感というか、うん、いい対応ができるなというふうに思います。で、ワンアウト二塁から、このモンテスのね、これセンター前ヒット。これも高めに、ちょっと外したというか、高めにこう、釣り玉みたいな形で来たんですけど、それをしっかり高めからパーンって上からパチンって叩いてたっていうところがあったんで、非常に良かったと思います。まあ、佐伯投手のように、まあ、力の、あるボールを投げるピッチャーの時に関してはですね、まあ、いろいろ工夫の仕方なんかあるんですけど、まあ、村田、僕、やってた時に村田修一コーチがいて、まあ、これ坂本さんもやってるみたいなんですけど、例えば藤川球児投手とか、今で言ったら佐伯投手とか、まあ、いろんな速いピッチャーいますよね。そういったところに、わざとこれグリップあるじゃないですか。バットのグリップあって、これをわざとちょっとこう、指1本か2本分ぐらい開けるんですよ。こういう感じで。普通、打つときってこう、左手と右手くっつけるんですよ。左バッターだったらこうやってつけるんですよ。だけども、球の速いピッチャーで高めのボールが強いボールとか投げてくるピッチャーに対しては、ちょっとここを、指一本か二本分ぐらい、一本半分ぐらい開けて、こう、打席に立つと、右手が、後ろの手が強くなって、高めのボールに対して強く叩けたりとかするんですね。だから、こういう、まあ、モンテスがそうやってやってるかはわからないですけども、まあ、速いピッチャーとか、綺麗なあるボールを投げるピッチャーの時に、まあ、そういった形でね、対応したり、するとですね、うまく、高めのボールを弾けたりとかするんで、ぜひね、皆さんもね、もし野球やってる方いらっしゃったら、参考にしてもらいたいなというふうに思います。で、そっからですね、まあ、タイムリー出た後も、岡本選手の、レフト前ヒット。で、大城選手のレフト前ヒット。で、満塁からは、吉川選手の内野安打というところで、まあ、非常に、この回5本ヒット出るんですね。うん、非常にいい攻撃だったと思います。ただ、これね、ワンアウト満塁の、これ、伊豆口選手の打席なんですけど、ちょっと苦言というか、ちょっと、まあ、何を狙ってたんだろうっていう話なんですけど、これ実はね、まあ、浅野選手ストレート打って、で、モンテスもストレート打って、で、岡本選手フォーク打って、大城選手フォーク打って、吉川選手もスライダー打ってるんですね。で、まあ、よくあるのが、ストレート打たれたから、次キャッチャー、変化球来てて、変化球要求が多くなって、で、変化球打たれ出したら次、まっすぐが多くなる、みたいな傾向ってあるんですよ。で、これで言ったら、はじめ二人は、浅野モンテスに関してはストレート打たれたんだけど、岡本、大城、吉川に対しては、全部変化球打たれてるんですね。で、これワンアウト満塁っていうところで、まあ、伊豆口選手回ってきて、まあ、結構いい打球、いい当たりであったんですけど、まあ、ライトライナーになるんですけど、ここで、ストレート5球来るんですね。全部ストレートで来て、まあ、2-2 に追い込まれてから最後の5球目のストレートを打ったわけですけど、まあ、これね、安倍監督もこれおっしゃってたんですけど、僕も全くこれ同感なんですけど、何狙ってたんかなって、めっちゃ甘い球なんですよ。正直見逃してるボールね。はっきり言って。で、先ほど言ったように、岡本、大城、吉川が全部変化球打ってるんで、もうストレートで絶対来るんですね。
うん。ストレート狙っていったらいいんですね。正直。うん。初球のストレートぐらい振ってったらいいんですよ。なんだけど、なんか全部受け身な感じで、全部見逃して、で、最後、いい当たりではありましたよ。いい当たりではありましたけども、結局、ライトライナーで、タッチアップで帰れないというのがあったんで、これ正直、たらればになりますし、初球振ってたらヒットになってたんかっていう話でもあるんですけど、それわからないんですけども、でも、これは、どう考えても変化球めちゃくちゃ打たれてんやったら、もう次まっすぐで来るやろって、もうわかるんで、だからここは積極的に狙っていかないといけない。うん。だからそれをなんか全部で受け身に、結構甘いボールだったんですけど、結構受け身になってる感じがあったんで、うん、これをしっかり振りに行かないといけないと思うし、こういうことしてたら、まあちょっと厳しい意見かもしれないけど、野球知らんのかっていう話にもなってくるんで、うん。うん、だからここはちょっとね、正直振ってほしかったなっていう、うん。ファールでもよかったし、しっかり狙っていってるっていうところは見せてほしかったなって思いました。で、結局これね、次の打席なんかレフトフライかなんか打つんですけど、その打席のね、レフトフライがもしこの1打席に打ててたとしたら、これ3点目入ってるんですね。だから、まあ、たらればの話になっちゃいますけども、ここは絶対ストレート来るやろって。うん、こんだけ変化球打たれたら、絶対またまっすぐ戻るやろっていうのは、僕がもしバッターだったら、まあ、僕がとか言ったらあかんけど、絶対狙いに行くんで、どう考えても。だから、前のバッターとか、しっかりこう、流れとか、やっぱりこう、伊豆口選手はなんかこう、見れてないんちゃうかなっていう感じはね、ちょっとします。僕の、うん、野球感というかね、僕の感じから言うと。はい。はい。で、次、2回表行きましょうか。はい。これ、2回表も、まあ、チャンスがあったと。で、これ、戸郷投手から始まるんですけど、これ、戸郷がヒット打って、で、丸さんもヒット打って、で、ノーアウト1、2塁で、浅野選手が、まあ、ライトフライ打つんですけど、まあ、なんか、批判かなんかで、なんかこれ、ノーアウト1、2塁で、ここはバントやろみたいなこと言ってましたけども、ここは僕は全然打たせていいかなと思いました。まあ、2点取ってるっていうのもあるし、まあ、追加点欲しいんだけど、まあ、その、まあ、2対0で勝っててバントで行くかってですね、この序盤のね、この2回表でって。だから、これ相当消極的やなと思うんで、僕は全然浅野選手打たして、いいかなと思いました。まあ、結果レフト、ライトフライになりましたけども、僕はこの采配っていうのは全然悪くないなと思います。で、ワンアウト1、2塁でモンテス空振り三振。うん。で、岡本選手、まあ、ショートゴロ、というところで、まあ、チャンス作るも、まあ、得点入らずというところですね。はい。で、次、ここ見ていきましょうか。3回裏。これ、阪神の初ヒットが出る場面なんですけど、まあ、先頭の木浪選手が、まあ、レフト前ヒット打ちますと。で、ノーアウト1塁で佐伯選手がバントを失敗して、まあ、結局空振り三振してしまうと。で、ワンアウト1塁で、これちょっとあれやったなと思ったのが、鹿本選手をストレートのフォアボール出したんですね。ちょっとここで、あ、ちょっとやばいかなと思ったんですけど、で、ワンアウト1塁で、この中野選手を空振り三振取って、で、森下選手をセカンドフライで打ち取ったっていうのは、しっかりね、切り替えができてたなと思うし、今日の中野選手はちょっとね、ストップというか、ストッパーというかね、ちょっと調子悪かったなっていうふうにいろいろ思うんで、うん、非常に、まあ、しっかり抑えれるバッターをしっかり抑えれるという意味では、非常に良かったんちゃうかなと思います。はい。でですね、5回表、これ、まあ、点入らないか、点入ら、入ってない回なんですけど、まあ、モンテスの走塁が非常に良かったなっていうのがありまして、ツーアウト1塁からバッター大城さんの時に1塁ランナーモンテスやったんですけど、4球目のフォークに対して、ワンバウンドになって、まあ、ベース付近に転がったんですね。ホームベース付近に。で、それモンテスがしっかりこう、それを見てね、シールというか、二塁を落とし入れたっていう場面だったんですけど、これ非常にナイスストーリーだったなと思うし、結果的に大城さんがね、ショートライナーでアウトになって、点は入らなかったんだけど、こういうちょっとした細かい走塁とか、っていうところはめちゃくちゃここから大事になってくると思うし、こういう走塁ができるモンテスっていうのは非常にこう打つだけじゃなくてね、まあ非常に素晴らしい選手だなと思いました。はい。で、次ここを見ていきましょうか。これ6回裏。ああ、これまあ4点取られる、まあ魔の回なんですけども、結局先ほども言いましたように、これ2アウトから始まってるんですね。ああ、これ近本選手空振り三振。で、中野選手をレフトフライ。で、2アウトになって、森下選手にセンターマイト打たれると。うん。で、ツーアウト一塁で、これ、大山選手にデッドボール当てちゃうんですね。これがちょっと痛かったなと思います。これでもし、まあ、例えばヒット打たれてたとかしたら、まあ、ちょっと仕方ないなと思うんですけど、これちょっとデッドボール当てちゃったっていうのは、ちょっともったいないなと思いました。で、ツーアウト一塁で、まあ、これ佐藤選手にホームラン打たれるわけですけど、ちょっと配球チャート見ていきたいと思います。ここはね、めちゃくちゃ今日に関して言うと、めちゃくちゃ大事な場面なんで見ていきたいと思います。はい、まあ、結局、これね、
3球ストレート行ったんですよ。で、ストレートで空振り取って、ストレートでボールになって、最後ストレートでホームラン打ったっていうところなんですけど、僕は正直、全然悪くないというか、むしろ僕がキャッチャーでもこういう配球してたかなと思います。というのも、まあ、ストレートで空振り、これ全然タイミング合ってないですね。で、ストレートの見逃し、で、見逃した時のタイミングも遅いんですね。変化球狙いの、ま、見逃し方してるんですね。うん。で、それで、これ見て、もう一丁僕はいけると思ったんですよね、ストレートね。で、それでストレート行って、ちょっと低めの、アウトコース低めかな、ちょっと低めの、まあ、アウトコース寄りのボールを、左中間、センター横にぶち込まれたんですけど、これは打った佐藤選手が素晴らしいです。正直言って、これは、この前の球のタイミングとか見てて、これストレート打ってもファールやろって感じなんですよね。タイミング的に言ったらね。だけどそれを、これあの甲子園の深い左中間のところに入れるっていうのはちょっとね、素晴らしいバッティングだなと思いました。で、あの、配球に関して言うと、まあ、この打席だけじゃなくて、佐藤選手のこれまでの打席って、1打席目空振り三振、2打席目見逃し三振なんですよ。で、1打席目はフォークとストレートで、三振してて、で、見逃した、2打席目の見逃し三振は、フォークとストレートとスライダーも混ぜてるんですね。うん、だから、佐藤選手の頭の中で、結構変化球の比重って高かったと思うんですよ。なぜならば、2打席ともどっちも変化球で三振してるから、3打席目も変化球で勝負してくる可能性が高いっていう風に呼んでると思うんですね。で、実際 1球目、2球目の反応を見てても、変化球タイミングで待ってるから、これも間違いなくこの、1打席目、2打席目の配球を踏まえて、佐藤選手は、配球を絞ってたんで、この配球っていうのは、3球続けた配球っていうのは全然悪くないし、むしろ、裏を変えたというか、バッターの反応も見ながら、できてた素晴らしい配球だったと思うんですけど、で、ボールも全然悪くなかったんですけど、それを佐藤選手がホームラン打ったというところで、これは、別に東郷投手の球が悪いとか、調子が悪いとか、大城さんが悪いとかは全くなくて、はっきり言ってめちゃくちゃいいリードだし、めちゃくちゃいい球ではないけど、別にそんな悪くない球だったんで、これは打った佐藤選手は素晴らしかったなと思います。はい、今日に関しては本当にそう思います。僕いつもなんか大城さんの時、なんか配球批判すると思ってる人いるでしょ。うん、全くそんなことないから、本当にこれはいい配球だと思うし、ボールに関しても全然悪くなかったです。うん。で、まあ、ここから、前川選手にライト前ヒット打たれて、梅野選手にライト前。で、木浪選手にこれ、まあ、センター前。まあ、ここがちょっとあれでしたね。打たれてからちょっとこう飲まれた感があったというかね。うん。ありました。この雰囲気に飲まれた感ありましたね。で、7回表見ていきましょうか。これ、まあ、取られた後の回なんですけど、まあ、ピッチャー石井投手出てきて、まあ、先頭ね、まあ、代打の佐々木選手にフォアボール出したんですね。で、ちょっと、まあ、4対2で負けてて、取られた後の回なんで、これね、いけるかなと思ったんですね。ただ、まあ、丸さんが、まあ、キャッチャーフライ。で、浅野選手が、セカンドフライ。で、モンテスがヒット打つも、ツーアウト1、2塁で、岡本選手がセンターフライというところで、やっぱりなかなか続かないっていう、まあ、1位投手もね、素晴らしい投手だし、まあ、1イニングで出てきてるんで、なかなか捉えるのは難しいと思いますけども、まあ、ここでなんとかね、したかったなっていうふうに思うし、まあ、ここで難しいんで、やっぱり先ほど言ったように、伊豆口選手のあのライトライナーっていうところが、結果的に、そう、全部振り返ると、ああ、もったいなかったなっていう感じはあるんですね。はい。で、まあ、その後も、まあ、井上投手がリリーフでできてね、まあ、危ないところもありましたけども、まあ、抑えたりとか。で、相手のね、阪神は桐敷投手出てきたりとか。で、巨人は、8回裏に、まあ、泉投手を出して、まあ、ピンチ迎えるも、まあ、中野選手ね、まあ、近本選手を敬遠しながら、中野選手で勝負で、まあ、センターフライ打ち取ったりとかありました。で、最後、まあ、岩崎投手でね、まあ、締められて、まあ、2点差で負けたわけですけども、だから、今日は僕は別に戸郷に対して、なんか、なんか一発病とか、なんか悪かったとか言うつもりは全くないし、非常に僕はいい調子だったなと思うんで、まあ、これ打った本当に佐藤選手が素晴らしかったなと思うし、大城さんに関しても、配球は全然悪くなかったし、むしろ良かったと思うんで。だから、まあ、ちょっと坂本選手が、まあ、腰痛でね、ちょっとこう、まあ、どうなるかわからないっていうところで、またね、こう、スタメンの変更点とかが、おそらくあると思うんで、それに関してもね、動画ね、出していきたいと思うんで、ぜひね、これからも、小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、今日は会ってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は会ってきます。じゃあ、バイバイ。